1976年の北海高既前駅跡と周囲500メートル範囲。右上が函館本線岩見沢方面及び夕張鉄道栗山方面。中央より上を右上から左下へ向けて敷かれているのが函館本線で、左端にはのっぽろ駅構内の橋が見える。その下を函館本線から右上に向かって徐々に離れるように、 直線上に敷かれているのが、この写真の前年に廃止になった夕張鉄道の軌道跡。駅跡には、プラットホームと待合室がまだ残されており、駅前はまだバス停として使用されているためきれいに整備されている。その右側の踏切先から右下に見える北海高機の専用線が分岐し、夕張鉄道とやや並行するように2本の留置線が敷かれている。 留置線の左側からスイッチバック上の折り返し線がカーブ上に敷かれ折り返して工場中央へ2本に分かれて向かっている。夕張鉄道本線は分岐から先がくさむしているのと対照的にこの専用線はまだ廃止されておらず現役である。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成北海後期全駅は 北海道江別市東のっぽろ町にあった夕張鉄道の駅である。自社による札幌への連絡バス発着のために、のっぽろバス停留所前駅として1956年12月に開設され、夕張鉄道線の廃止に伴い1975年に廃止された。ありがとうございます。